ああ、もうまた進入変わった。あ、どうしたんだい、わたるくん。今かけてたレースで陰影の選手がいたんですけど、展示と本番で全然進入が違うんですよ。おかげで船券外れたし、ほんと陰影って苦手ですわ。展示通りに走ってくれないかな。あ、まあ陰影って嫌われがちだよね。けど僕アウトエアは好きですよ。展示と本番で変わることないし。まあ確かにアウトエアを嫌いって人はほとんど見ないよね。むしろ好きって人が大半だし。陰影はズルして勝とうって感じがするんですけど、自分からあえて不利な状況に追い込んで結果を残そうとするアウトエアのあのスタンスは応援したくなりますよね。陰影は別にズルしてないし、ルールの範囲内で戦ってるんだけどな。ちなみに江戸さん、アウトエアってそもそもどうやって始まったんですか？自分から好んで6コースに行く人たちって昔からいたんですよね。どうやって生まれたのかとか、そこら辺詳しく知りたいです。アウトエアの歴史的な。そうですね、さっきのレース外れてお金なくなったんで、少しでも何か得たいんですよ。いや、それとこれとは別だと思うんだけど、まあそんな哀れな渡るくんのためにアウトエアの歴史を教えてあげるよ。まずアウトエアがどうやって誕生したかを話す前に、一昔前の競艇時代の特徴の話をさせてもらうけど、渡るくんはインやアウトエア以外にも別のコースでの専門家がいたってのを知ってる？え？インやとアウトエアしか知らないです。まあそうだろうね。現代のボートレースはオールラウンダー系の選手が主流となって、インやアウトエアしか今は生き残ってないから、それしか知らないって人もいると思うけど、昔は2コースを得意とする2コースやとか、4コースなどセンターダッシュの角を得意とする角やって人たちがいたんだ。2コースやは昔から差しやとも言われたりしてたね。例えば差しやの代表格として挙げれるのが中道義弘さんだね。通称全泊。全泊？下の名前の漢字を音読みしたら全泊になるから全泊。選手の間では全三とも言われてたけど、4コースやセンターの角からまくりに行く選手のことを角屋、またはまくり屋とも呼んだりしてたね。角屋の代表として挙げれるのが、最近で言うと2018年に引退した滋賀支部の山田豊さんとかかな。角屋ですか、それも初めて聞きましたね。昔の競艇選手は今と違って選手一人一人の走り方にものすごい特徴があって、各コースごとの専門家がいて、常に個性のぶつかり合いが行われてたんだ。ただ基本的に競艇というのはインコースが強いってのは今も昔も変わらないから、打ち取り合戦になって結構な割合でインヤが多かった。まあ例えるなら、選手はほぼ全員西島さんや今村信孝選手ばっかだったみたいなイメージだね。もう進入予想とかほぼ不可能な感じになりますよね。ただそういう風に内側に行く人が増えれば、違う発想する人も出てくる。例えば渡るくんが道路運転してて、道が2つに分かれてたとして、1つはショートカットになるけど超渋滞してる道、もう1つはちょっと遠回りだけどガラ空きの道だったら、どっち行く？近道でも渋滞はストレスかかるんで、僕なら遠回りして空いてる道選びますかね。そう、それとほぼ同じ発想でアウトエアというのが出てきたんだよ。結構単純な発想でアウトエアって誕生したんですね。ちなみにアウトエアといっても、今と昔で少し意味合いが違ってて、今のアウトエアは6コース専門って意味で使われてるけど、一昔前はアウトエアというのはダッシュでスタートをする選手のことを指したんだ。打ち取り合戦には参加せずにダッシュで引いて戦う選手、それがアウトエアの始まりってとこかな。まあ地域によってはダッシュ屋とかかまし屋とか言ったりしてたけど、この内から戦うか外から戦うかというスタイルは、どの支部に所属してるかというのも大きな影響があったんだ。支部によって選手の戦い方の特徴変わるんですね。まあ厳密にはどの城がその選手のホームプールかでスタイルが確立されてったといった方が正確かな。特に関東の城はインが弱い城が多かったから、必然的に外からダッシュで勝負する人が増えてった。例えば73歳まで現役を続けたレジェンドレーサー加藤俊二さんのホームプールは戸田で、加藤さんもマクリアとして有名だったし、今はインヤになったけど群馬の大将江口昭雄さんはもともとマクリアとしてブイブイ言わしてたんだよ。こういったダッシュからの戦いを得意とした関東の戦法を総じて関東がましと呼んだりもした時代があったね。そういう意味ではアウトエアというのは関東の選手に圧倒的に多かったんだよ。江口さんマクリアだったんですね。今じゃ全く想像つかないや。ただ外からの戦いを得意とする選手も増えていった中でも起こっていったのがコース取り争い。それまで打ち取り合戦だけで済んでいたのが、いつの間にかダッシュの選手もコース取り争いをするようになって、結局全部のコースが取り合いになったんだよ。結局どの道も渋滞になってしまったんですね。そうなってくると他の選手との駆け引きやストレスが多くなるわけだけど、そんな中でも唯一空いている不人気の道があった。それが6コースだったんだ。どのコースに行っても結局ごちゃごちゃすんなら面倒なんで、僕はもう大外の6コースから行きますよと決め打ちして戦う人が増えてったんだ。
確かに僕もストレスとか面倒な駆け引きとか好きじゃないんで、そのコース選んじゃうかも。いや、渡るくんの場合はそれただの現実逃避だから。この大外一本で戦うスタイルというのは確かに不利な側面もあるけど、実は結構理にかなってたりもしたんだ。侵入で駆け引きをするってことは常にスタートの位置がバラバラになるわけで、それだけフライングや出遅れでのリスクの大敗もあったし、何より昔は今と違ってスタート展示なんてのもなかったから、常に本番ぶっつけでの勝負しかなかったわけだし。あ、そうか、昔はスタート展示がなかったんですよね。今じゃ考えられないな。ごちゃごちゃする侵入を避けて常に6コースからスタートすればタイミング取りやすいからフライングのリスクを減らせるし、いろんな意味でストレスを少なくしてスタートが切れるってメリットがある。さまざまな理由が重なって6コースを専門としたアウト屋というのが誕生したんだ。例えば1970年代からほぼ6コース侵入を専門に活躍した向井義行さんは1500以上も達成したレジェンド選手。2の G1 レースで記念タイトルも獲得したんだよ。6コース専門で G1 優勝はすごいですね。他にもアウト屋として活躍した選手でいうと、山口支部の吉岡治さんとか、2008年の引退までに通算1000勝以上を記録して、引退を決意してた説では準優勝戦まで進出してアウト屋としての意地を見せて競艇ファンの記憶に残る走りをしたり、元三重支部の後藤道也さんも6コースから通算1000勝以上を達成したスタート校舎のアウト屋が最近まではいたね。昔からアウト屋って結構存在したんですね。今も現役で活躍している選手でいくと、小川浩二選手も古参のアウト屋の一人だね。さすがにこの選手は僕もよく知ってます。ピットアウトからスタートまですごい特徴的ですよね。横から走ってきてそのまま止まらずに助走つけてスタート切るスタイルは見ててワクワクしますし、小川選手もデビュー当初は内側に入る戦法を勉強してたけど、失敗して先輩に怒られるのが腑に落ちなかったことがアウトコース専門で行くことを決めた最初のきっかけになったそうだけど、小川選手がデビューした1988年、この年はちょうどボート界ではある変革期が訪れていたんだよ。1988年に今でも現役のアウト屋で最古参の小川浩二選手がデビューしたわけだけど、実はこの時期はボート界に様々な変化が起こり始めたんだ。少し時を遡って1981年にプリンス今村豊さんが衝撃的なデビューを果たしてわずか3年で SG を優勝したんだ。この時今村さんが編み出した全速ターンという旋回技術は後に多くの競艇選手に影響を与えることになり、みんな全速ターンを使うようになっていくんだよ。みんな今村さんの技をパクり始めたってことですか？まあパクるという言い方にするとあれだけど、今村さんがボート界に新しいスタンダードを作ったって感じたね。それまで競艇界は各コースのスペシャリストがいたわけだけど、どのコースにいても相手を置き去りにして一着を取ってしまう全速ターンという技は脅威でしかなかった。だから他の競艇選手も今村さんに対抗すべく全速ターンを習得していったんだ。それまで競艇は一つのコースのスペシャリストでいればある程度勝てたけど、みんなその技を使うようになったから自分もできるようにならないと生き残れなくなる。さらに追い打ちをかけるかのように1988年に競艇界に新たなルールが作られたんだ。それが持ちペラ制度。持ちペラって1988年から始まった制度なんですね。今はオーナーペラ制度でモーターに取り付けられたペラしかいじれないけど、昔は自分で加工して作ったペラをレースに持ち込んでそれで戦って OK って時代があったんだよね。これがさらに各選手の戦い方を大きく変えたんだ。持ちペラ時代になると情報共有の時代にもなり、すぐにいい走りをする選手の情報が選手内で共有されて選手一人一人のレベルが上がっていったんだ。その結果、それまでダッシュ1本だった選手も陰野だった選手も自在の走りに変化していき、逆に1個の技しか使えないという選手は淘汰されていってしまったんだよ。スペシャリストじゃなくてオールラウンダーじゃないと生き残れないなんて、不器用な僕だったらすぐ選手クビになっちゃいますよ。そして完全に時代を変えてしまった選手がもう一人誕生し、それが今の現代ボートレースのスタンダードを作ったと言われてる選手がいるんだけど、渡くん誰だかわかる？え？いや、あ、全然わかんないです。峰竜太さん。時代が違いすぎます。正解は植木道彦さんです。ああ、ボートレースアンバサダーの。そう、モンキーターンを世に広めた第一人者で、植木さんが1995年初めて賞金王で優勝した時のレースは今でもボートファンでは伝説として語り継がれてるんだけど、最後の最後までデッドヒートを繰り広げた相手が動画冒頭でも紹介した中道義弘さんなんだ。あ、全白さん。
サシェアの代表格と言われた前白さんは、いわば一昔前の競艇時代を牽引してきた象徴でもあり、超一級品のサシェを駆使しても植木さんの全速モンキーに敗れてしまった。これは時代が植木さんのスタイル、つまりオールラウンダーで自在に戦える選手が強いということを証明した瞬間なんだ。この1995年を境にさらに自在派の選手が増えていき、インや角やアウトやといった選手は一気に淘汰されていってしまったんだよ。ここが時代の転換期だったんですね。もうこれでアウトヤもオワコンになってしまったんですねと思うじゃん。ただこの自在派全盛期となった1990年代、みんな成功者のスタイルを真似し始めた時期にもかかわらず、ある一人の異端児の存在によってアウトヤは再び注目を集めるようになったんだ。これはボートに関わらずどのスポーツや業界に言えることだけど、成功者の真似をするというのはごく自然のことなんだ。一人が正解を導き出してるのならそれに従う方が自分も成功に近づけるわけだし、ただある一人の選手はみんなとは違う道を選んでアウトヤとして戦うことを決心したんだ。それが皆さんご存知、阿波克也選手です。阿波さんってこの自在派全盛期に誕生した選手なんですね。そう、昔からアウトヤというのは存在してたけど、当時は各コースのスペシャリストがたくさんいたから6コース専門選手は今ほど目立つ存在ではなかった。けど阿波さんは他の選手が同じ色に染まりつつある中で唯一独自のスタイルを確立してったんだ。それが伸びとまくりを武器にした6コースからの大外旋回。岡川浩二選手もアウトヤだったけど、それまでのアウトヤはサシが主流だったのに対して、阿波選手のこの戦法は当時センセーショナルを巻き起こしたんだ。圧倒的に不利とされてる6コースから伸びとまくりを決めて勝つ。穴塔でこの船剣を掘ったらもう病みつきになる。ある意味中毒性のある走りと言っても過言ではないよ。僕も昔の映像見たことありますけど、阿波さんのまくりは本当見てて気持ちいいですよね。そして阿波旋風はとどまることを知らず、そのまま A1 のトップ選手へと駆け上がり、アウトエとしては異例の SG 出場を果たし、6コース専門でも戦えることを証明していったんだ。いやー、ほんと鳥肌立ってきましたね。かっこよすぎですよこの人。そしてこの阿波選手の活躍を見て、当時ダッシュ屋として戦ってた澤大輔選手もアウトエになることを決意し、アウトエもまた徐々に増えていったんだ。この新しいヒーローがいつ SG のタイトルを取るのかと誰もが期待してたんだけど、2012年にまたボートレース界ではアウトエアにとって不利な出来事が起こってしまったんだ。2012年にボートレース界では新たなルール変更が行われた。それがモチペラ制度の廃止とオーナープロペラ制度の導入。このプロペラ廃止の背景は以前別の動画で詳しく説明したので、ここでは詳細は割愛するけど、阿波選手含むアウトヤにとって大きな痛手となったんだ。アウトヤファンとしてはこれはかなり辛いルール変更ですけど、時代の流れといえばしょうがないですよね。アウトヤはそれまでの伸びを失って6コースから走っても勝てない日々が続いてしまい、 B2 ギリギリまで成績を落としてしまうくらい悲惨な時期が続いたからね。結果的にこのオーナーペラ制度はアウトヤを完全に過去のものにしてしまったけど、以前僕が阿波さんとインタビューした時はペラだけでなくモーターも低減速になってしまったのもアウトヤにとって痛手だったとおっしゃってたね。選手の安全と公平性を保とうとする業界の動きが全部アウトヤにとって逆風となってしまい、結果的に数少ないアウトヤとして活躍していた澤大輔選手もアウトヤ引退を宣言して自在派に転向してしまったんだ。この澤さんのインタビュー僕も見ましたけど、致し方ないですよね。アウトヤ1本で戦うというのはかなり大変ですし、勝てる道筋が見えないんですもん。もうアウトヤの活躍って厳しいんですかね。いや、実はそれが少しまた時代が変わって新しい時期に突入しようとしてるんだよ。もうアウトエは限界かと思われ始めたけど、2020年から少し風向きが変わり始めたんだ。アワさん自身もアウトエはもう無理かもって諦めかけてたんだけど、2020年からまた伸びとまくりを武器にする選手たちが台頭し始めてきたんだ。その代表格が菅文也選手、藤山翔太選手、そして堀之内清子選手とかだね。それまでどうしても無理だと思われてたけど、少しずつ伸び型の調整方法が発見されて、また伸び調整がブームになってるんだよ。またアウトエの時代が到来しそうな予感ですね。それまで伸び型の選手は記念クラスでは勝てないと言われてたけど、菅選手は2023年9月に唐津の G1 で優勝戦まで駒を進めることができたし、堀之内選手も2023年のクイーンズクライマックスシリーズに出場したりと、新しい世代のアウトヤは着実にステップアップが進んでる。まだ大きな結果を残せてないのが現状ではあるけど、またアウトヤが日の目を浴びる日が来るかもしれないよね。
いやー、なんかすごいアウトエという視点でボートの歴史を見てきましたけど、すごいドラマチックですね。ちなみに江戸さん的には今後アウトエって増えると思いますか？個人的に阿波さんみたいな完全6コース専門のアウト屋というのはいなくなってしまうかもとは思ってるけど、自在だけど伸びとまくりを武器にまた新たな時代を作ってくれるニューヒーローが増えていく可能性は大いにあるよね。なるほど、ニューヒーローか。なんか今の話聞いてたら僕も今からでもボートレーサーになりたくなってきました。君いくつだっけ？ビッキビキの34歳です。じゃあもうアウトです。というわけで今回はアウトエの歴史を振り返ってみたけど、どうだい渡くん、勉強になった？はい、なんかまた一つボートレースのことが好きになりました。そしておかげさまで今日からもう6頭しか買えない頭になってきましたよ。早速今から6前前買って爆益目指してきます。あいつ多分破産するな。